はいどうもー。てかさ、ミスター3から見たオリンと鬼カイドウと、エロ本読んでる時におかんが急に部屋に入ってきた時に取った行動って一緒だよな。どういうこと？どちらも隠したでしょう。お後がヒュビゴーポンポンポン。というか皆さん、こんにちは、こんばんは、レッドだよー。というわけでね、はい、ミスター3から見た、はい、もうオリンちゃんと鬼カイドウなんか、もう、隠したなんかね、言ってましたね、ミスター3さんがね。はい、で、HH の本読んでる時に急におかんが入ってくるもんだから、部屋に、今読んでる、つって枕の下にこう隠したり、今読んでる、ちょっと、待って、欲しいんかね。毎回ティーでも飲みながら落ち着こうや。というわけでやっていきましょう。ミスター3でね、はい、いつも通りのメダルでございます。はい、体力と防御に振っております。究極完全体のミスター3からしたら、もうそんなん隠したのオリンとかカイドウとか来ても怖ないですやーいうことですね。はい、相方はおでんさん連れていきましょう。はい、隠したの鬼カイドウなんかサポート行きですね。はい、アタッカー尊敬船長新世界となっております。まあいつもねミスター3の時はゲッターのサポートで行くんですけど、今回はまあこれでいいかなと思います。まあ隠した相手なんでね、言うても隠した相手なんで、このサポートでいいかなと思いますね。はい、皆さん行きましょう。よろしくお願いいたします。ご紹介ください。レッツバウンティーラ。はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。私のもっと姑息な大犯罪だがね、ふっほっほー言って任せてください。行きましょう。いますね、隠したしかいい、隠したしかおらへんので、勝ちましたこの試合、任せてください。よろしくお願いします。行きましょう。とりあえずじゃあ二陣かな。そうで、ミスター3ね、段差降りた時にちょっとかくっついてたんですけど、それが修正されてしまったんですよ。はい、わかりますか皆さん、より強くなったミスター3、誰が止めれますかねえ、ほんま思いますよね、そんなんね。はい、とりあえずここはい取っちゃって、後ろちょ任せようかな、どうしようか。あ、いや、いいか、一回ね。で、多分鉱山勢で後ろ行きそうな感じはあるんで、とりあえず俺がオリンちゃんとバトンタッチして、俺がそこを俺が貯めておくと、あ、ご存知行ったね。オッケーで、俺がじゃあ目指してるね。オッケーラグナラグ。まずは確実にね、キャンドルウォール貼ってここでぶっしゃりしちゃおう。あ、オッケー隠したよ。私から旗を奪えるもんなら奪ってみろだがね、言ってね。はい、任せてください。あっちが心配、あっち逆に行ってあげる。俺行ってあげようか、それ。あ、なんかやってるね。オッケー。じゃあ行こう。はい。ジャストで入って。はい。オッケー。キャンドルウォールしといてあげようや、これね。はーい。余裕ですね。ありがとうございます。まあ、もちもちね、相手ブースト来るんで、まあ、もしその前にマムを落とすことができたならば、それはもう最高なんですけど、まあ、きつそうかな、それはね。はい、一旦俺ここ守る役かなって思うんで、一旦確実にぶっしゃりしておきましょう、これはね。で、中入っといてね。オッケー。はい。後ろは大丈夫ですね。オッケー。はい、危ないで、それ。危なくない、大丈夫。やっぱり。あ、ジャストで入る。はい、キャンドルウォール。はい、完璧。俺に任せてくれよ。あ、真ん中取れそうなんで、じゃあ俺行く？ちょ、一回。いや、こういう場合はね、分かった。後ろも任すわ。じゃあ任す。逆に任すよ。俺。ほんで、こっち一回引きつけるよ。ほんなら一回ね。一回ここ行くよ、俺。一回ここにブーシャリーしといて、俺姑息な大犯罪し始めるわ。俺、シールドね。オッケー。ここジャストで入って、入ってない。オッケー。俺キングとやってるわ、敵陣でな。任せろ。俺がここの旗を絶対に取るっていう使命を与えられましたんで、今キャンドルウォール OK。 いや、壁さえ張れたらこっちのもん、なぜならブーストが来るからだ。はい、はい、オッケー。ブーシャリー。はい、オッケー。ドルドルアーツ。はい、オッケー。で、これこんだけ引き付けてるから、シーハタから秋なんですわ。わかりますか？わかりますね、これね。はい、オッケー。はい、シーハタ取れるやろ。こういうことなんですよ。わかりますかね、この、引き付け役を買って出るミスター3のかっこよさ。わかりますか皆さん。ジャストで入って、キャンドルウォールだけやっといて、メイウェザーですか、フルゴールですか、何ですか、隠したの、あなたは何ですか。ぶっしゃりー。じゃあそれ入りたい。あ、オッケー。はい、こういうことですね。引き付けっていうね、このね、相手のブースト終わって、こっちのブーストのために引き付けたわけですよ。完璧な作戦、ありがとうございました。はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。はい、もう守ってるだけやと思ったら大間違いなんでね、皆さん、そこだけ注意しといてください。お前はもう好きで行きます。好きついて行きますよ、攻めにね。はい、行きましょう。よろしくお願いします。はい、ただまあ、オリンちゃん登場によってね、孤独な大犯罪がちょっとしにくくはなったっていうのは否めないんですけど、あとね、メイウェザーはやっぱね、ちょっと注意しないといけない。貫通なんでね、貫通
つはほんまにね、いくらミスター3と言えどもね、貫通しちゃうんでね、そこはちょっとね、ちょっとね、なかなかしんどくなってしまったんですけれども、まあ、ジャスト回避さえしてあげれば大丈夫なんでね、はい、メイウェザーやってます。行ってるね、行ってるね、行ってくれ、行ってくれ、どんどん行ってくれ、どんどん行ってくれ、どんどん行ってくれ、オッケー、貯めた。はいはいはい。で、カイドウ委員からとりあえず裏直はないよね。オッケーオッケーオッケー。で、来たかな、あ、キング来ましたね。キング来たんですけど、キング来たんですけど、とりあえずここ貯めとかないと、あれなんで、まあ、行きましょうか、横から、横から、ふん、ふん、あ、オッケーオッケー、ふん、ふん、あ、あ、ドルドルーツ、いや、そのジャスト回避の方が怖いねんな、どっちかっていうとな。オッケーオッケー、なんか飛んでる、怖い、はい、かかと落としですね、絶対にね。絶対かかと落としですね、はい、わかってます。もうかでさよならやね、そうそうそう、今のは攻撃戦と赤犬にキルを上げるっていう、この優しさね。はい、わかりますか、皆さん、今のもね、ちゃんとアタッカーのためにキルを上げるって、今の攻撃してもよかったんですよ、別にね。はい、行きましょう。はい、じゃあ、CA で取り返したいんですけど、ちょっと取り返せなさそうか。いや、いけるな、これいけるな。こそくな大犯罪手伝ってあげようか、これ。行こうか、行こうか、行こうか、行こうか。これ行こうか、行こうか。ここにキャンドルウォールして、はい、握っちゃう。メイメザーをジャストで入る。オッケー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 。はい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 。で、ヘブンリーしてくるかな、してこうへんかな、してこうへんかな、ヘブンリーしてくると思うんですよ、ぼちぼちね。はい、してきたよね。っていうことは、ここでのブーシャリー。はい、こういうこと。こういうこと。はいはい、痛い痛い。メイメザーはもう一発来てんのは知らん。相手ブーストですね。ちょっとここはね、一回ここにも、ここに壁張ってあげよう。ここに壁張ってあげよう、これね。オッケー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 。ね、今カイドウ出んの、今カイドウ出るんや。俺行くけど別に。あ、オッケーオッケー。じゃあ任せようか。それ、大丈夫かな。いけるかな、大丈夫かな、大丈夫かな、任せていいかな。ブースト来るんで、ちょっとそろそろでも取りに行かないとまずいですよね、どう考えてもね。ナイス KO なんですけど、あそこウタちゃん任せて、はいはい、ふんからの、ジャストで入っとけ。オッケー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 。で、ヘブンリーしてくるでしょ、これ絶対。ジャストで入っとけ。で、ここ壁張ってあげて、で、ここに、あー、握れたね、今の惜しかったね。今でもここ壁張ってるんで、間違いなくここがチャンスではあるんで、とりあえず中入っとこう。オッケーオッケー。で、ここブーシャリー。はい、オッケーオッケー。ドロロロロロロロ。オッケーオッケー。ここ縦が、なんで、なんで、それはほんまにクエスチョンマークで、ちょっとまずいですね。いくらミスター3といえども、自陣をずっとなかったままやと、ちょっとしんどいですね。最後じゃあ、おでんさんでね、ミスター3で精一杯詰めていきなんで、シーガーで取り返しに行きましょうか。あ、取れますね、それは。取れるでしょ。それ取れるでしょ、さすがに。さすがに取れるでしょ。で、あと、キングが、飛んできたところを僕がしっかり対処してあげたいんですけど、はいはいはい、オッケー、ここジャストで入っといて、ワン、ツーからの、ワン、ツーからの、ワン、ツーですね。あ、もう任せろ、任せろ、大丈夫、大丈夫。絶対大丈夫やから、これは。うん。はいはい。中入って、トツカバンビヨンやって、はい、中でね、そう、中でダウンすることですよ、これはね。オッケー。で、こう、後ろから追いかけよう。はい、ドーンって。はい、オッケー。完璧ですね。はい、ありがとうございます。はい、スコアは低いけど、これがミスター3の魂を継いだおでんってことですね。はい、やってますね、これでね。いいですか、ありがとうございます。それではここでコメント返しでポンポンポンのお時間でーす。まずはこちら、ビッグマムは天使のブラつけてるって言ってました。いらーん、その情報いらーん。僕は悪魔のニップレスつけてるって聞きましたけどね。続いてこちら、六色使いの私が出店の射的の景品を指で倒したところ、怖いお兄さんにめっちゃしばかれました。まだまだ出店の闇は深そうです。やかましいわー。まずルールを守れ。そして六色使えてないやないかい。お兄さんにしばかれてる時点で使えてないやないかい。撤回と紙へ覚えんかい、ハゲタコ。ラストはこちら、レッドさんで動画編集者にいじめられてるんですか。いつも最後まで言わせてもらえなくてかわいそうです。セルフじゃー、セルフでやっとんな、言わすな。ほな最後まで言うから聞いとけよ。後半戦に行く前にチャンネル登録高評価よろしくお願いします。メンバーシップも待ってるよい。各種 SNS もフォローしてください。詳しくは概要欄をチェック。それでは後半戦、 Here we go。はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。はい、てか何やったら、もはやミスター3のとこにね、攻めていこうへんっていうね、はい、ビビってるんでしょうね。だって格上だもんね。ははははは。どっちかっていうと、カイドウなんかどうでもよくって、オリンなんかどうでもよくって、一番嫌なんキングね、はい、一番嫌なんキングで、なぜかというと、そう、シールドが潰されてしまうから、ということですね。一瞬でね、あれほんまやめてほしいよね。あ、飛んできたね、飛んできたね。それ舐めてます。それはちょっと舐めてますね。はい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 。オッケー、じゃあ俺も攻撃しとこう。じゃあ俺も攻撃しとこう。オッケーオッケー、握ろう。オッケー、ありがとう。ナイスアメちゃん、ナイスアメちゃんだぜ。で、これはオリンジちょっと任せて、シーハダちょっと取りに行きたいんですけど、あ、アトリクックできんちゃうかな。あー、いいアメちゃんだ。はい、で、ここ俺がこれしっかりやって、はいはいはい、オッケーオッケー。で、取っちゃおうぜ。オッケーオッケー。はい、これですね、姑息な大犯罪できてしまってますね。ありがとうございます。はい、ビューンやってるんですけど、ブーシャリー。オッケーオッケーオッケー。ちょ、それあれ握れへんやろ、俺の剣が邪魔して握れへんやろ。はい、こういうことで、後ろの対応はアタッカーがいてくれてると
ありがとうございます。最高ですね。これ取らしたらあかんな。これは取らしたらあかん。うん、取らしたらあかん。オッケー。で、ここ、あれ来るよね。オッケー、ありがとう。で、俺ちょっと後ろ待機しますか、一回ね。一回ちょっと待機しときながら。でも、シャンクス見るなんで、あれ絶対落とせると思うんでね。はい、鉱山勢で後ろ狙ってると思うんで、あ、でも待機してくれてるね。じゃあ、俺一旦、ちょっと C 見るか。俺に一旦 C 見させてください。そして、後ろの 150% よろしくお願いします。ここ、ジャスル入っとこう。オッケー、で、キャンドルウォール貼っとこう。はい、で、中入っとこう。オッケー、いいよ。はい、で、150% 後ろちょっと、溜めてきてほしいな。あ、いや、ここ、いいよ。一回ね。うん。で、あっち150貯めてくれたら最高かも。オッケー、ありがとうございます。最高ですね。で、あともう、ラグナラグ待ちっすね、みんなね。はい。オッケー。で、ここいる、もう確実にね、確実に。うん、俺のやる仕事は今、ずーっと C 型をできるだけずっと繋ぐことなんでね。はい、オッケー。で、メイウェザーだけ注意しときながら、はい、オッケー。で、ここもキャンドルボール貼っときましょう。オッケー、ふん。メイウェザーですね。はい、オッケー。ここでジャストで入ってあげて、はい、ふん。はい、ご存知行ったで、後ろ行ったで。俺はもう大丈夫やで、ふん。はい、オッケー。今回火使ったってことは、ヘブンリボンボンってことは、ピロピロピーが、はい、そういうことですね。チームワークですね。これがね、ありがとうございます。で、ブーシャリしといて、俺がここ守ってたんやろ。なんで俺これ当たんの？ここで当たる意味がわからへんけどね。貫通な、あ、二陣やられてない、それもしかして。二陣やられちゃったもしかして。あ、ちょっと待って、危ない、見えへん。かかと落としかな、これ。危ない。あ、うー、危ない。キャンドルオール貼っとけ、とりあえずね。オッケー。オッケー。ドルドルアーツ、イカすな、あっちにイカすな。ここぶっしゃり行っとけ。いや、間に合わへんかった。いや、じゃあそれも任せようかな、うたちゃんにね。俺任せて、一陣行った方がいいかな。いや、任せようか。あっちやな、俺が行く、今行く、俺が中に入っている、任せとけ俺に。オッケー。見たか、この C 型をつなぐミスター3の能力の高さを。これでええねん、ディフェンダーは。はい、ありがとうございました。それではラスト行くがね、よろしくお願いしますがね。というわけで行きましょう。はい、とりあえずは C 型ですかね。これは C 型直で行きたいな。できればな、 C 型をもうキングさんを救ってあげたいんで、キングさんを救ってあげたい。そしてオリンちゃんがいるので、絶対に C を 150% にさせてはいけないということでね。はい、でカイドウさんが多分ラグナラグでもしかしたらね、一陣直行くかもしれないんで、そこはシャンクさんに任せたりしながら、ここジャス入りたいな、なんかわからんけどね。オッケー。はい、メイウェザー、オッケー。じゃあ俺がここにキャンドルウォール、はい、完璧。オッケー。はい、ふん、ふ、は、は。はい、オッケーですね。とりあえず俺が貯めれてるんで、大丈夫ですね。で、フルゴラですかね。フルーツゴラノーラですかね、これね。ブーシャリー。はい、オッケー。素晴らしいですね。でも、刺すとこちょっとミスっちゃった。あ、俺でいいや。一旦俺でいい。全然大丈夫。スキル、いいよ。位置が溜まってるし、裏も取れてるし、最高で。はい。ヘブンリーボムボム、ジャストで入っとけ。で、ここ、ない、縦。オッケー。ナイス、縦。ブーシャリー。オッケー。回避使った。ヘブンリーしたっていうこと。はい、ふん、はいはいはい、オッケー、最高のチームワークで、1時間に入んな、ごめんな、無理やな、それはさすがに無理なんで、一回ちょっと肉食っていいかな、俺。あ、鉱山で来てるんで、一回肉だけ食べさせていただきまして、オッケー。でブースト来るでしょ。で、ここを、はい、ナイスシトッティ。あと、かかと落としですかね。ふん、あー、素敵なんですけど、このシャンクスさんで、オリンちゃんにちょっと交代して、ディフェンダーなれるかな、それ。なれるんやったら、150% 貯めて、俺が、ちょっとなれなさそうかな。あ、ナイスフルゴラ。それ、どうなんやろ、それ、どうなんですか。ディフェンダーないのかな。さすがにもうあるやんな。俺でもね、鉱山勢40と後ろ待機しときたいんよ。なんでまだ変わらへんやろ。なんでやろ。ほんまになんでやろ。あ、変わった。オッケー。溜めれたよね。じゃあ、もう大丈夫じゃない。オッケー。で、もう、あと、だって 150% 繋いでいけばいいだけなんで、俺多分またこれ、スコア5に低くなると思うんですけど、全然オッケー、それで。うん、全然オッケーで。はい。いいですね。僕、見守ってるだけなんで、見守ってるだけでいいんで、僕は、はい、相手のブーストで、一気に全員やられないように、しないといけないと。教習使ったらこっちのもんなんですけどね。あ、行きますか、じゃあ一回行きますか。じゃあ、それ入っとけ。で、ここ一発ね、壁だけ張ってあげてね。はい、壁だけ張ってあげて、オッケー。ふん、ふ、あ、あ、ブーシャリー。オッケー。ふん、はい、オッケー。ふん、ふ、あ、あ、はい、ふん、
ふはは、え、ふん、ふ、あー、オッケーオッケー、取られてしまってるんですけど、取られてしまってるんですけど、こっちのブースが言うてる間に来るんで、ナイスワンパー、はい、オッケー、とりあえずね、ここジャストで入っといて、ジャストで入っといて、押し出せ、押し出せ、押し出せ、そして姑息な大犯罪をさせてあげたいんですけれども、あー、オッケー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 、ブーシャリー、オッケーオッケー、で、ここ、はい、姑息な大犯罪をさせてあげる、はい、完璧、ふん、ふはは、の、ドルドルアーツ、はい、こういうこと。危ない、それ危ない、ちょっとね、大丈夫かな、いけたやんな、オッケーこれが姑息な大犯罪ハーモニーってやつですね感動メリーゴーだがねーはははは、はい、というわけでどうだったでしょうか。というわけでね、皆さんも今の環境でもやっぱり輝いてしまうんですね、ミスター3というのは。はい、まあ頭と同じでやっぱり闘志もね、まあ、燃え尽きないということで、はい、永遠に燃えてる男ミスター3なんで、皆さんよかったら使ってみてくださいね。ああいう感じで最後、オリンとの、相性もね、味方との相性も抜群なはずなんで、姑息な大犯罪をできるのは自分だけじゃないんでねマジおすすめは、ああいうので、はい、そういうのがハーモニーをね、奏でられる味方さんとマッチした時の楽しさとやらはほんまに半端ないんで最高ですよ、ミサスリーは。はい、いつだって環境に君臨する男、はい、これが超フェスミサスリーだがね。というわけで本日はこれくらいで終わりたいなと思います。皆さんここまでご視聴くださいましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。 See you!